お鍋でランランラン、レトロトロトロ煮込んだら、今日のお鍋は何にしよう、レトロトロトロレトロ鍋、レトロトロトロレトロ鍋。皆さんこんにちは、レトロ鍋です。レトロ鍋のレトロは懐かしいという気持ちを表しています。お鍋を囲んで家族団らんのような楽しい気持ちになってほしい。本物のお鍋を食べた時のように心も体も温まっていただきたいという思いからつけられました。そんな私たちレトロ鍋は、普段高齢者施設さん、そして病院さん、博物館さんなど様々な施設に歌や演奏、お芝居、そしてオリジナル紙芝居をお届けしています。はい、その紙芝居は昔の童謡と組み合わせた作品をオリジナルでお送りしているのですが、今日はレトロ鍋一家がその作品をお送りしたいと思います。ではレトロ鍋一家を紹介します。じいさんです。おばあちゃんです。お姉ちゃんです。末っ子の花子です。はい、今日はこの家族でお送りしたいと思います。それではご覧ください。それでは今から私たちレトロ鍋一家がクイズ紙芝居を始めます。お花見ってなーに？始まり始まり。お花見といえばみんな知っての通り、綺麗に咲いた桜を見ることだよね。うんうん、桜を見ながら公園で美味しいお弁当を食べたり、夜はライトアップされた桜を見たり、夜桜もすごく好きだよ。うん、だが1200年ぐらい前の奈良時代では桜じゃなくて違う花を見るのがお花見だったみたいじゃの。桜じゃないの？何のお花だと思う？なんだろう、春に咲く花だよね。それではここから選んでみて。1番桃の花、桃じゃ。2番梅の花、梅じゃ。3番椿、椿じゃ。早速クイズか。あ、これが正解でしょう。ご覧の皆様も考えてみてください。何だと思う？梅の花、椿、はい、さて正解はじゃが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 
正解の皆様おめでとうございます。よかったの。中国からやってきた梅のお花を見ながら貴族が歌を詠む行事がお花見の始まりだったみたい。奈良時代は桜より梅のお花の方が人気だったんだって。へえ、でも梅も好き。うん、梅もさ、すごく綺麗だよね。あ、そうじゃの。じゃあさ、いつからみんな桜の花を見るお花見が始まったの？それはの、今から800年くらい前の平安時代に桜のお花見が始まったんじゃが、平安時代は貴族たちが優雅に楽しむためのがお花見だったみたいじゃの。貴族しか楽しめなかったの？しかし江戸時代には将軍徳川吉宗が桜をたくさん植えて、貴族以外の人々にもお花見ができるようにしてくれたそうな。その時から
桜を見ながらお酒を飲んだり食事をしたりし始めたらしいの。吉宗って背中に桜吹雪がある人？それは霊奉行富山の金さんだね。うん、暴れん坊将軍の方だよ。暴れん坊将軍。てて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 。ようになったのにも意味があるみたいだよ。桜の名前の由来、うん、考えたこともなかった。桜のさは相模という田んぼの神様、桜の蔵は神様の座る場所という意味があって、春になって山から降りてきた田んぼの神様が宿る木っていう意味があるんだって。田んぼの神様が宿る木か、素敵。それからの桜の下で神様をお食事やお酒でおもてなしをして、その年もたくさん食べ物が収穫できるようにお願いする行為が、実はお花見の始まりなのではないかとも言われておるんじゃよ。そんな説もあるんだね。それだけじゃなくて、桜の咲く時期を合図に田植えを始めたり、桜の咲き方や散り方で豊作を占ったりもしてたんだって。桜ってそんな役割もしてたんだ。桜で占いって面白いね。さて、ここでクイズ第2弾じゃ。またでも今度こそ当てるよ。頑張れ。お花見といえば花より丸々ということわざがあるんじゃが、みんな知っとるかな。それはわかるよ。だって私たちいつもそうだもんね。私が違うよ。はいはい。さあまた三択だよ。さて、何でしょう。一番、花よりおにぎり。二番、花よりお団子。甘いな。三番、花よりビール。たまらんな。さて、どれでしょう。はい。はい、やっぱり甘いの好きだからお団子。お団子。はい、はい、はい、おにぎり大好き。おにぎり。おいしいな。お、わしはビールに一票じゃ。そうですか。さて、ご覧の皆様はどれだと思いますか。なんじゃ。さて、正解は。正解は。じゃが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 。じゃーん。じゃん。正解は2番。お団子でした。正解の皆様おめでとうございます。きっとさ、カメラの向こうのお父さんたちみんなビールだったよね。見えるぞ。おじいちゃんもあげてたよ。そういう大人は多いかもしれないね。でもさ、おばあちゃんはどうなの。おばあちゃんはもちろんビール。お無団子だよ。なんか今ちょっと怪しかったね。ばあさんは飲める口じゃぞ。ビールっていうより日本酒じゃがの。おじいさん。あの本。さて、ちなみに花見団子といえば3色だけど、ピンクが
桜で春、春じゃ。緑が新緑で夏、夏じゃ。白が雪で冬、冬じゃ。と季節を表しているようなんだけど、さて何の季節がないでしょう。なんじゃな、はい、はい、お姉ちゃん。春、夏、冬だから、秋かな、秋がない。秋が来ない。飽きない団子という意味もあるそうな。へぇおわしが考えたんじゃないぞ。この三色の花見団子も江戸時代から食べられていたと言われているんじゃよ。花見団子も江戸時代だなんて、秋が来ないなんてダジャレも江戸っ子が考えたのかな。そうかもしれんの。そうだね。あと江戸時代といえばね、あの名曲桜桜は子供用の琴の練習曲として江戸時代に作られた曲なんだって。さくらさくらって歌でしょ。さあさあ知ってる。これも江戸時代の歌なんだね。歌の名前はね、咲いた桜って名前だったみたいで、歌詞も今とは違うものだったらしいんだけど。そうなの、どんな歌詞。じゃあ今日はその歌詞を出すからの、では違う歌詞の桜桜を、まずは1番は今までの桜、そして2番がその違う歌詞の桜、で歌ってみようかの。歌ってみたい。じゃあご覧の皆様もこちらに歌詞が出るので一緒に歌ってみてくださいね。頼むぞ。じゃあ花ちゃんピアノお願いね。はーい。
気持ちで